俺は休みの日にたまに餃子を食べる。なぜかって、そうだな、ニンニクの効いた餃子は平日にはなかなか食べれないからさ。そして餃子には味噌汁とご飯が欠かせない。味噌汁といえば豆腐だ。今日はわかめの味噌汁といこう。餃子は安いのがいい。餃子を焼くときは強火だ。焼き目の確認は欠かせない。お湯を注ぎ入れて蒸し焼きにする。蒸発したらごま油を注ぎ入れて強い弱火にする。